スパンブリー駅は、太陽国中部スパンブリー県、ムアンスパンブリー郡にある、大国有鉄道南本線、スパンブリー支線の駅である。スパンブリー駅は、太陽国中部スパンブリー県の県庁所在地であり、人口16万7000人が暮らす、ムアンスパンブリー郡にある、大国有鉄道南本線、スパンブリー支線の駅である。スパンブリー支線は、タイの路線の中では、 比較的新しい方であるが、すでに開通後、約50年ほど経過している。東駅構内北方の引上げ線集端部には、マライ面停車場があり、当線の定期旅客列車はここまで営業運転され、ここでも客扱いを行う。この措置に対して、スパンブリ線には、非公式の営業区間がある。ないしは、実際の終着駅は、 一駅先のマライメン停車場であるなどとの記述が数々の書籍やウェブサイトにおいて見られるが厳密にはマライメン停車場はあくまでスパンブリー駅構内に付帯する利用者の便宜のための客扱い設備であることに変わりなくこれらの表現はいささか誇張されたものであると言わざるを得ないそして本駅舎がある場所よりもマライメン停車場の方が 主要街道に近く主便であるがそれでも中心部まで約3キロメートルほどある。一方、本駅舎前には何もない。かつては特急列車の運用もあったが、現在は1日1往復の普通列車運行を行っているのみである。当駅が所属するスパンブリー支線の起点であるノーオンプラードック駅から当駅までは大国鉄における単線最長閉塞区間である。 また、かつては当駅より、北本線のバーンパーワー駅までの接続計画も、あったが、実現せずに今日に至っている。北方より見た、スパンブリー駅本駅舎部分は、単式ホーム一面に一線の地上駅であるが、防線駅ではなく側線及び木回し線を有しており、駅舎はホームに面している。駅舎より、北方に、木回し、留置のための引き上げ線が伸びており、 その終端部に、防戦駅様のマライメン停車場がある。スパンブリー市街地まで3から4キロメートルほどある。ありがとうございます。